ヘガネスジャパンの津屋と申します。弊社は金属粉を扱うメーカーでして、で今回はモーター技術店に出店というところで、弊社の材料ラインナップにありますアップン地震材料、こちらをですねメインに展示をさせていただいております。今回の目的に関しましては、基本的にはビジネスディベロップメントというところで、新規顧客の開発というところにですね主に主眼を持って展示をさせていただきました。コロナ禍ということもありまして、通常のですね展示会通りの人が来ていただけるのかどうかという不安はありましたけれども、実際ですね想定した以上のお客様に来ていただきまして、また良かった点としましては、やはりここ弊社としましても1年半くらいですねリアルな展示会というところに出展する機会がなかったんですけれども、その間ですね、ウェブ会議ですとかそういったところで新規の見込みのお客様とやり取りをさせていただいておったんですけれども、そういったお客様がですね今回のリアル展示会に際して、皆さん来ていただいて、次につながるようなそういった接点を持たせていただいたというところが大きなところではありました。質に関しましては、これはヒットレートという意味でいきますと正直だいぶ高かったなというふうに感じております。これまでウェブ上でお会いしていた方だけだったお会いしていただけだったような、そういった見込みのお客様ですとか、あとこれまでなかなかお会いしようにもなかなかすることができなかったというようなお客様がですね皆さんこう足を運んでいただいて、やはりこうリアルに会うことによって、次につながるような打ち合わせですとか、そういったことができたかなというふうに感じております。弊社のテクノフロンティアの方にはですね基本毎年参加させていただいておりまして、でやはりこれまでもそういった成果といいますか、そういったものはいただいておりますので、来年以降もですね、ぜひ参加させていただこうと思っております。正直予想していたよりもですね来場者の方が非常に多いというところと、これまでよりもですねやはり来ようと思って見ようと思って来ているという方が非常に多いなというところがありますので、ぜひ、出店検討されている方は積極的に検討いただければなというふうに思います。ありがとうございました。